皆さんこんにちは、よいです。今日は JLAL JLAL ですね、そちらの、アイテム5点紹介したいなと思っております。今回なんですけど2点ですね。もともと前回の動画で、ご紹介しているものになりますので、軽くだけご紹介しようかなと思っております。今回追加で購入したのが3点になります。そちらの3点は、セールで購入した形にはなるんですけども、もともとね、僕も最近知り始めたブランドにはなるんですけど、かなりお値段もするアイテムになります。なので、セールで入ったら、販売もそこまでしてるアイテムが少なかったんで、今回セールになってから買おうかなと思ってた部分もあったんで、そちらの部分も踏まえてちょっとね、今回は5点紹介したいと思っております。ではね、早速、5点の紹介をしていこうかなと思います。で、前回の動画でも紹介してるアイテムもあるんで、そちらは簡単にご紹介しようかなと思ってるんで、パパッとね、そちらは紹介していこうかなと思っております。今回買ったアイテムになるんですけど、こちらのニットキャップですね。こちらを購入しました。ニットでも結構同じような素材のものが出てたんですけど、ビーニー欲しいなと思ってたんですけど、結構人気で即完してたアイテムになるんですけど、海外のサイトをめちゃくちゃ探し回って購入できました。もう髪の毛セットしちゃってるんで、インスタとかでちょっと見てもらえたらなとは思うんですけど、ちょっと深めにかぶって、ちょっと眉毛が見えないぐらいのエリアぐらいでかぶってスタイリング組むっていうのがビーニーのね、良さかなと思うんで、そちらでね、スタイリング組んでいけたらなと思って購入いたしました。色味も可愛いですよね。なんかね、ブラウンのところの筋感が入ってて、メインはブラックにはなるんですけど、モヘアの素材ですね。今回ね、僕モヘアめちゃくちゃ買いましたね。モヘア素材をね、去年から今年にかけて、AW の商品を結構購入したんですけど、結構ね、こういう素材で可愛いですね。こんな感じですね。めちゃくちゃ良かったです。結構これもう買えないと思うんで、メルカリだったりとかそういうところでも出てるかなと思うんで、欲しい方はね、随時こう検索していただいて購入するように頑張ってください。はい、これはちょっとレアなんでね、もうちょっとレアアイテムになってきてるんじゃないかなと思うんで、ちょっと見つかりにくいかなと思うんですけど、ご紹介だけさせていただきます。はい、じゃあ次ですね、こちらのパンツを購入しました。この部分の素材がすごい可愛いんですよ。ちょっとナイロンの素材と全然素材感が違うくて、裾に向かって切り返していくような感じのアイテムになります。ブランド自体は結構鉄系のアイテムが結構多いと思うんですけど、その中でもね、ワイド系のパンツ欲しくて、どんな感じかなと思って購入したんですけど、めちゃくちゃいい感じに、シルエットもいい感じで可愛いなっていうのと、これ自体は M サイズで購入しました。僕自身身長178センチあるんですけど、これはね、M サイズです。 M サイズでもね、結構大きいんですよ。ただドローコードとかもついてるんで、しっかりドローコードもついてます。こうやってだから結構しっかり絞ってもらったら、ウエスト周りの調整もできますし、使い勝手いいと思います。はい、で、裾の部分もドローコードがついてるんで、このスタイリング、スニーカーであったりとか、ブーツであったりとか、それに合わせてここ絞ってあげたりとかしたら、使い勝手もすごいいいかなと思ってこちらを購入しました。これめちゃくちゃいいんで、また後でね、スタイリング組んでいこうかなと思ってるんで、そちらも見ていただけたらなと思います。ポケットがここについてて、後ろポケットもこっちについてます。ここについてる感じですね。なんかデザイン性もすごい良くて可愛いんじゃないかなと思うんで、サイドもこっからズドーンと
ちょっとラインが入ってて、ここから違う生地を使ってデザインしてるっていうアイテムになりますね。うん、これめちゃくちゃかっこよかったです。おすすめです。今めちゃくちゃセールになっててお安いと思います。次もセットアップで今回ちょっと購入しました。先ほど紹介した、パンツの上のブルゾンになりますね。ナイロン生地で薄めなんで春先も結構ガンガン使えるんじゃないかなと思いますし、まあ、コートとかのね下にこうインナーとして使っていただけるアイテムになるんで、結構夏以外はほとんどフルで使えるアイテムになるんじゃないかなと思います。おしゃれですよね。すごいなんかこう今までない感じの斬新なデザインで、これの部分もこういう感じです。で結構ここが、ここ見てください。ここがね脇下の部分のエリアなんですけど、ここが結構ね通気性良くなってます。素材的にはこういう感じのデザインでちょっとびっくりしました。あ、デザインしっかり考えてるんだなっていう感じのアイテムになります。こちらもね一緒にセットアップでスタイリングしようかなと思うんで、こちらもよかったら見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、あとはですね前回紹介したアイテムで、こちら2つとも前回の動画第2弾目の動画かな、そちらに上げてますので、サイズとかもねこちら上げてますので、またよかったらそちらも見ていただけたら嬉しいなと思います。ではねこっからスタイリング組んでいきたいと思います。どうぞ。今回ね、JLAL ですね、そちらのアイテムのご紹介になりました。これから活躍できそうかなってすごい僕自身は思ってます。うん、なかなかこうテック系のアイテムとか、まあアークテリックスとかもそうですけど、ワイドのこうナイロン系の素材でなんかこう機能性がいいワイドパンツってなかなかないじゃないですか。なんでね、これ結構使えると思います。すごいスタイリングもしやすいし、まあ、いろんなトップスでも合わせれるなっていう風にすごい感じる部分もあるし、これからね、すごいガンガン着用していきたいなと思っております。はい。次の動画に関しては、まあ、2月か。早いですね。あっという間ですね。2月。購入品紹介、春夏に向けてねちょっと僕もいろいろ探していこうかなと思っておりますので、またよかったらね見てもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。今日のね動画良かったなと思ったら高評価、グッドボタン、あとチャンネル登録も随時募集しておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。それではね、次の動画でお会いいたしましょう。それでは、バイバイ。